駅は、茨城県ひたちなか市柳沢にある、ひたちなか海浜鉄道港線の駅である。当駅は取らずか古墳、15郎穴の最寄り駅である。短式ホーム一面一線の無人駅である。1960年代までは、委託駅として、乗車券の発売があり、出荷札口を備えた駅舎も存在した。かつては、下記の海水浴掃除にのみ、 運転要員が派遣されて、列車交換が実施され、このために常時は、信号機の柱のみを設けておき、信号機の腕木を着脱していたと言われる。当時のホーム配置は、相対式で、現在線の山側に、ホームが設けられていた。田んぼの中に位置しており、周囲に目立った構造物はなく、いわゆる飛行駅の一つに挙げられているが、山側の坂道を登るとすぐに、 普通の住宅地がある上、かなりの交通量のある国道245号線から、資金で見通せ車で容易に行くことができ、中港市街から持ち帰と、秘境駅とは言えないロケーションである。中根駅日立中海浜鉄道、港線百年市日立中海浜鉄道、2015年、127ページ、港線百年市131ページ AB 小野寺、厚紙監修、茨城、 地理、地名、地図の謎。ハットエビ中根駅時刻表。駅元武む立中ち統計所各年度版。小野寺厚紙監修。茨城、地理、地名、地図の謎。ありがとうございます。